はい、それでちょっと一回皆さんご挨拶をしていただいてよろしいでしょうか。今カメラこんにちは。早い、早すぎです。我らアップルウォッチーズこのアップルウォッチーズはい、ということでですね、ちょっと今急にシリーズ4需要あるんですか今のねえだろはい、ということでですね、ちょっと今回とあるちょっと企画をやってみたくて今カメラ回してるんですけど、まあ、いいよもういいよ。いいですか、まあ、じゃあ一回聞いてくださいよ。聞く、ちょっと僕のこじつけを聞いてくださいよ。いや俺はもうやりたくてしょうがないよ久々だもんだってまだみんなと会えるのはシリーズ4、シリーズ5、シリーズ4、我らアップルいるんすかこれ、わかんない、勝手にやっちゃうな勝手にやっちゃう皆さん、男に生まれたからには最強って憧れませんか。ライオン的な立ち位置ね。そうです。あー、わかるわかる。最近そのライブもとある企画で、まあ、最強決定戦やらせていただきましたけど、ちょっと一旦僕らの中で最強って誰なんだろうってすごいふと気になったんですよ。もう一回言って、何、誰らだろう、誰らだろう、噛んだね、勝て待って勝て待ってうちにはですね、もうすでに最強の男がいるんですよ。日本最強の男が2020年あの VO 決定戦で1位を獲得されたマックス鈴木というフードファイターの方がいらっしゃるんですけど、ただそんなマックス鈴木にも僕ら勝てる領域があるんじゃないかということで、今回はですね、激冷たい熱いタライの早食い勝負を、はい、いきたいなと思っております。くじを引いてあの勝負していくんですけど、ちょっとじゃあゆうまさん出していただいてよろしいですか。はい、今これ4枚あるんですけど、4… いらねえんだよな4枚あるので、その中で馬場というかそれを引いた方が勝負に出ると。ちなみに皆さん激辛いとか結構得意な方とかいらっしゃいますね。でも俺物によったらいけるかもしれない。何回もやっちゃってるから、いや基本的には多分強いよね。そんな弱いタイプじゃないよね。そうそうそう、分かんない。そう、吉高さんが未知なんですよ。辛いのは大好き。あ、大好きなんだ。だけどお腹を壊すからあんまり食べたくないあんまり食べたくない。なるほど、もろ刃の剣ということで、これ正直あのシングルの根性勝負になってくるかなと思うんで、言い方変えるとこのサムライティングメンバーの中で誰が一番根性あんのかっていう対決にもなるかなと思います。おお、負けたくないじゃん。勝ったらスニーカーぐらい買ってほしいよね。おっ、いいじゃん。それはもうさ、差し馬でいいじゃん。もう差し馬で、うん、その時の勝負でさ、じゃあ何かける今回でいいじゃん。あ、そういう感じになっちゃう。いや、そんぐらいなんか緊張感ないでしょだって本気で挑まなきゃいけないもん。なるほどなるほど。販売価格1万円以下のスニーカーはチョイスしちゃダメ。重いな。そんな緊張感上がるから絶対。確かに。で、言ってるやつは負けるからじゃあそんな感じでメインメンバー4人で誰が一番強えんだっていうのを検証していきたいと思います。おっす、おい、レッツイート敵なシリーズ4、シリーズ5、シリーズ4、我らアップルウォッチーズ。もう4回目なんだよなこれ自分の家族に見られたくない友人にも見られたくない赤がプレイヤーね。じゃあ正直の前でいいよ。じゃあせーの、ドン。はーい、あー、おえー、料理人 VS フードファイターか。楽しいじゃないかい。しゃー、じゃあ準備しましょう。初めて差し馬なし、一発目だからなしでいいのかな。うん、いいんじゃないですか。吉高さんデビュー戦だし、うん、おー、なんか緊張感漂ってきた。じゃあ、サムライの最強のメンバー誰なのか決定戦第一試合、よーい、スタート。あはは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 、何これ、何この絵、あー、いやあのね、吉高さんがすごい顔してるの鈴木さん、なんか、ボーカル見た氷室京介さんみたいになってるこれあれですかね、口の中飲み込んでごっくんして、あーですからね。お、でも今結構同率ですよ、同率、同率、これワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある。お、吉田さん、いった。お、お、マックスさん乗り込んだ。はい、はい、あー、おー、同時だ、同時、え、マジ同時、同時だわ。うおあ、満身創痍なんですけど、もうちょっと差がつくかなと思ったので、まさかの。じゃあこれで1回戦ドロー。そう、ドロー、ドローですよ。ドロー、ドローですね、これドローですね。早い、みんな絶対真似しダメだよこれ。良い子の皆さんも悪い子の皆さんも真似しないでください。何が一番きついですか、ちなみに。食べて飲み込めると思ったら冷たいものが喉が開かない。中に入ってる小豆だの、なんかみかんだの、パイナップルだのがさ、虫歯に詰まって痛い。これどうなんだ、視聴者の皆さん面白いのかな。これ身内はね、見ててバカおもろいんだけどつらいじゃあチョイスで、じゃあ俺こいつ行こう。目の前、目の前を信じる。いきます、3、2、1、いきます、せーの、3、2、1、はい聞いてない人の話。あ、おっ、えあー、
よっしゃ、喜んで用意してくるわ。よっしゃ、うわ、チンチンチン。ちなみにこれは水は用意しといた方がいいって危ないんですけど、ルール的にはどうぞ。いや、安全面取りたいなと思います、正直あった方がいいと思います。チンチンなんで、いや、見てる分には超面白い、はい、飲み込んで、あで処理です。刺し馬握る、刺し馬、それはもう俺はどっちでもいい、何でもいいっすよ。あの、ベンジェリー以外だったらベンジェリー以外だったら、え、スニーカーでいいの？いいっすよ。おお、じゃあちょっと冷めるから行こう。そうですね、うん、そう、勝った方が負けた方からもらうと。はい、いただきます。いただきます。よい、スタート。アクションできないレベル8。全然熱そうにしてなかったよ、うん、もうこれ、これの使い方、これは経験値だね。一口で全部バーバーバーってすげえ効率よくいったじゃないですか。すげえと思ったし、すげえムカつくんですよこれ。きたきたー。これでスニーカーチャンネルは作られていく。うわ、超悔しいけど、やっぱ超すごいと思った、超すごいと思った。ありがとうございます。ありがとうございます。次の食材は激辛のペヤングなんですよ、一応。でもこれでちょっと古いタイプのやつで、正直これって今一番辛くないんですよ。あ、そうなんですか。極だね。うん、なんでちょっとそれじゃあ侍申し訳ないから、このカプサイシンソースを足して辛さをちょっと増そうかなと思ってます。バカだよこれマジで、うん、マジでバカ。あれ、舐めたことがあります？経験あります？え、やばいの？やばい。え、やばいの？やばい。え、マジで？相当やばいっす。え、これじゃあもう、あれもちろん目とかに入ったらやばい？やばいっす。まあ、ティースプーン一杯ぐらいだと思いますよ、足しても。そういうレベルなんだ。第3試合ラストですかね。今のところ1試合目、激冷たいがマックスさんと吉高さんドローで、第2試合目が激熱でマックスさんとゴリちゃんでマックスさんの勝利。今のところマックスさんが全部出て、ユーさんが出てないですよ。うん、確かに、まあ、別にね、64だしそこに対してプライドねえのかよ勝ち星だけで言ったらマックス鈴木さんが今一番最強なんですよ。いやまだ分かんない。そうだよ、ここの身内で削り合って終わるぞ一番侍的に全然面白くないその展開じゃあ最後一人ずついこう。じゃあチョイスからいきます。チョイスは普通にどれでもいい。じゃあ俺自分を信じる。俺自分信じるよ。俺自分信じる。じゃあ俺からいくわ。そうですね、目つぶって出すわ。せーの。おー、もうここ決定です。誰開ける、誰開ける。はいはい、吉田くん。おおでも辛いの好きって言ってたから確かに。じゃあ俺がゴリちゃんだね。じゃあいきますよ、うん、はい、3、2、1、ドーン。うーい、頑張っちゃえ。やべ、今すごい嫌だって気持ちと、あの視聴者の皆さんにマジで申し訳ないっていう気持ちがいっぱいです。さあ、やりましょうか。はい、ライン作りまーす。はい、制作激辛焼きそば、お湯入れまーす。おーい、あて、この光景懐かしいな。ねえねえねえ、カプサイシンソースどんぐらい入れるの？こっちで混ぜて出すからさ。鈴木さんのさじ加減で。かしこまりました。俺はでも正直これが一番楽。マジで俺一番ダメ。辛いって思ったら負けない。甘いって思わないで。いや、カレーもカレーよ。気持ちの問題ですよね。そうだろ、うん、うるせえよ。どうなんすか、あのメインどころの2人が出ないでこう。わかんない、あのわかんないけど、とりあえずただただ視聴者さんに申し訳ない。いや、本当に申し訳ない。もう視聴者の方々は多分思い描いてた推しとは全く違う内容になってるやつ、うん、本当に。中目から切るなぁ。くっせぇな、あいつな。くっせぇな、マジで。ほんとにしよう。はいはいじゃねえ。こちらのまずは激辛ソースちゃんを、もうね、ソースが激辛って書いてあるんだもんね、注入したいと思います。しかもこれ一滴も残さないように絞り出して、絞り出して、もうマスク越しで匂うな。やばいっていうことで健康もあるだろうから、もう今後練習しとこうか、ね、うん、なるほど、なるほど、お願いします。やるっ、ね、いや優しい。健康もあるから。いやこれ匂いえっくりだ。もし罪にならない弾丸が2発あったら、間違いなくこの2人の頭蓋骨ぶち抜いてる。そう、走ってんじゃねえ。おいおいおいあ、むせてるじゃん、むせてるじゃん。いきました、もう行きます。完成です。はい、
ということで、もろもろの準備ができましたので、第3回戦の方に。いいですな、目の奥が笑ってないです。ね、外馬はどうしますか、外馬。ね、今スニーカー1個負けてるから。いや、正直マジで自信ない。激辛はマジで自信ないけど、ここで差し馬やらんかったら、視聴者の人たちから低評価50個ぐらいきそうだからな。大人の事情出すなよ。意識高い。スニーカーにしますか。先にいただきます、食。あ、そうだね。うん。いただきます。こちらが、感じるか、下着さんで。はい、よーい、スタート。混ざってねえんじゃん。これ、解説の小川さん、どういうことですか。多分相当辛いんでしょうね、俺、ごめん、ギブでいいっすわ、ダメだ。ギブ、おお、カン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 。痛い。ブラックという、まさかの展開でしたね。ノーコンテストですか。ノーコンテスト。どれだけ侍がガチかっていうの。やばい。めっちゃ久々に泣いた。こうやって YouTube で作られるんですね、現場ね。多分カプサイシンソース多かったんじゃないですかね。入ってないと思うんですよ。そんなに入ってないと思うんですよね。お二人のリアクションがガチですな。ガチすぎて撮影どころじゃないみたいになっちゃってる。うん、テンション下がりがやばいな。これ何の現場これ。もうちょっと叩いてみる。うまい。うん。ガリガリ君の食い方がねえもん、あれ。動画的にどうなっちゃう。めちゃくちゃいじるしかない。今から、まあ、ほぼ同じものですね、を食べてみたいと思いますんで。マジ食ってみ。あまりにお二人があれガチすぎて、さすがにちょっと興味湧いちゃったし、ちょ食わないとおしまいがつかないっていう。じゃあいただきますね。カメラがいきます。カメラがいてめちゃくちゃソースかけてる。何でしょうか。いや、ゆうまさん負けすぎたから多分言わないよ。わかる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 。顔が。あ、そんな過去一の顔してるな、これ。確実にやばいっすか。リアクションできない。かけすぎ。というわけで、サムライキングの皆さん、おい、ご視聴の皆様、世の中いろいろありますけれども、楽しんで人生送りましょうね。それでは、また、さよなら。だってもう死ぬって分かってるの、鬼。いただきます。あー、よだれ出てるわ。辛い。あ、でも辛いって思えるからまだ。そう、苦さじゃない。この辺ってことはこの辺。でもこれあれだね、食べて瞬間わからないじゃなくて、食べて瞬間わかるね。首の後ろがめっちゃ痛くなるんですよ。あー、これ辛いね。辛いけど辛さの多分唐辛子はこれあれだね、キャロライナリーパーとかじゃないね。もっと多分スコビル的には少ないね。マグだ、マグ。もうそれで十分。あ、喋れない。わかる、めっちゃわかる。息吸えないんだ。うん、辛い。マックさんすごいよ。リアクション取れるんだ。リアクションで喋れるのか。汗すごく入ってきた。毛量の竹丸ぐらいですよ、これ多分。わかんないですか。はい、はい、なんでもないです。あ、汗すごいかく。あ、辛いね。なんすかそのモード。わかんない。あんなに BGM つけないと多分すごいことなって今地獄映画だ。あ、ね、気分するの若いわ。なんであんな入れたんすか。本当だわ。綺麗だなと思って。色が。2人ともそういう冷静でいられるのがすごい。別に辛くはなかったから。そうですか。うん、暑かったよ。暑かったなっていう感じ。で、汗もかいてないし辛いっていう感じやね。うん、どっちかっていうと、うん、甘い。おい、あの、うまいツッコミが全然できない。どういうことっけ。以上、サムライキングでした。あ、やばい、サムライ史上最低の終わり方。